はい、ありがとうございました。それでは佐紀隊員お願いします。はい、ありがとうございます。私も今回のいろいろ一連の資料を拝見させていただきながら少し感慨深いものがあるので一言申し上げたいと思うんですが、これまでこの放射性廃棄物の処分事業というのは大変重要な課題として社会に残っているということはありましたけど、市民一人一人がこう自分たちの問題として考える、自分ごとにするというにはまだまだあまりにも遠いという課題だったというふうに思っております。でそういう意味ではですね、この今回科学的有望値の提示、故障に関してもいろいろなご意見ありますが、一応今までそういうふうに言ってきましたのでそういうふうに発言させていただきますが、科学的有望値の提示をきっかけに、社会の対話を進めていくという流れを明確に作ってきたという、これはやはり大きな進展だったのではないかというふうに感じています。でその上でやはりそれを提示をするということがどういう意味を持つのかとかですね、そういうところがきちんと伝わっていかなければいけないという、非常にいろいろなきちんとご指摘をいただいたということは、そこに沿っていくのが大変重要なことだというふうに思っております。で、今日のテーマのその資料1のことに関しましては、その科学的有望値の提示に関しての、社会科学的観点なんですけれども、私もここにいろいろな意見を発言させていただきましたけれども、この提示後の対話活動でじっくりとそれぞれの地域が自分たちの地域の将来を見据えながら話し合っていくという、その話し合いの入り口なんだという、そういうようなことでですね、じっくりと考えていくというふうに考えておりますので、今回社会科学的な観点というのはですね、提示の後じっくりと話し合っていくというようなことで、今回は技術的なワーキングの内容を中心にして発表していくという方向に関してはですね、この資料1のまとめに関しては私も賛同したいというふうに思っております。で、ただしやはり気をつけて考えていきたいと思うのは、今後どうするかというところだというふうに思っております。で、今後どうするかという情報がですね、きちんと社会に伝わっていくということが大事だと思いますけれども、2つの側面、やはり地域でそれぞれ例えば有望地の方に入ったなと思う地域がですね、この問題なんだろうと思って地域で話し合っていくということと、入っていないけど一体この話は何なんだろうということで、適性の低いような地域でもじっくり話し合っていただくという、結局は提示後全国各地でですね、この問題を継続的に学び合い、話し合い、対話の場を増やしていくという、この地域と全国と両面にやはり必要な話だということをですね、私たちきちんと考えなければいけないというふうに思っております。で、なぜ全国と申し上げるかというのは、もう何度も申し上げてきたように、まとめの中にも入れていただきましたけれども、やはり今後関心を持っていただく地域が出てきたときに、それが全国にとっても価値あることなんだということを分かってですね、見つめさせていただく、あるいはその感謝をさせていただくような、そういうような社会の全体の雰囲気ができていくということが大事だというふうに思っております。でなおですね、今回原子力委員会から専門部会から評価をいただきました。やはりこういうふうにいろいろなご意見をいただくという過程をですね、入れてきたというのは、透明性とかですね、公平性の確保の観点から言って大変重要なことで、受け止めさせていただくことが重要だというふうに思っております。で特にですね、いただいた中で、これまで私たちこの委員会でも話していた、その双方向性とか対話とかですね、そういうこともしっかりと認めていただいた上でですね、かなり提示から文献調査までのプロセスとかですね、逆にそのプロセスの後、文献調査に行く前に国の申し入れというのは一体どういうような形を考えているのかとか、その辺まで情報を明示することが、そういうことまで考えることが必要なのではないかとか、規制委員会との関与も必要ではないかとかですね、やはり
まだここでもう少し話し合いを詰めていかなければいけない話などもかなりしっかり書いていただきまして、今後提示をですねした後にじっくりと話していくということだと思いますけれども、そういうようなですねこれからの流れ、こちらの委員会にとっても課題というのが見えてきてですね、そういうものをきちんと受け止めさせていただくことが大事だというふうに思っております。でなお技術取りまとめに対するパブリックコメントに関してなんですけれども、やはり呼び方とかですね、その有望地という意味合いとかですね、そういうことに対してやはりこういうふうに出ていくと、何かこう国がこう地域をきちんとこう指定していくような雰囲気に見えてくるとかですね、やはり、私どもはずいぶん長く意見交換させていただきましたので、意味合いが分かってきていますけれども、もう少しきちんと考えていくというようなことはですね、やはり少し時間を取ってですねきちんとこの辺の実際に社会に提示するときの名前呼称の問題とかですね、あと適性が高いとあると低いということの意味合いとかですね、そういうことがちゃんと伝わるように少し時間を取って考えるということも大事ではないかというふうに思っております。でなおその今なんとなくですね適性が高いというとそこだけにスポットが行きがちなんですが、今までの過程から言うと適性があるというその薄緑のところが結構その広く、そこが大事な話なんだと思いますので、そこがきちんと情報が出ていくような、なんかそういうような提示の仕方というのもこれからちょっと大事なんではないかなというふうにも思いました。まずは意見ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは番にお願いいたします。まず資料1のまとめについては、社会科学的観点の要件を、いいんですね、徳永委員が本当はさっきいいですねその社会科学的観点について特に要件を定めないという姿勢で臨むと、科学的有望地の提示に際してそういう姿勢で臨むということについて合意します。でそれで改めて読みますと、そのじゃあ社会科学的観点って何なのかということについて少し説明があった方がいいのかなと思いましたので、まあ、これはコメントです。でこの中ではその地域社会への影響や、用地確保等の用地確保の可能性等とこういうふうに書いてありますが、まあ、いろいろと法的制約であるとかそんなことも議論してきているので、もう少しその用語の定義的なものを書いておいていただくと理解しやすいのかなというふうに今思いました。それから、2つ目の原子力委員会の方の評価報告についてなんですが、まあ、双方向の対話を重視ということに触れられているんですが、まあ、双方向というとお互い対話をして変わる余地があるということが大前提で使われている言葉だと思うんですね。まあ、以前小林委員がこの委員会でもそんなようなことをおっしゃっていました。でそれに照らすと本当に今双方向ので対話を行われているかどうかについては少し疑問があります。まあ、この辺はコメントに近いんですが、そういう目で見たときに、まあ双方向を重視していくというようなことが本当にその大前提の上に立って行われているのかどうか、あるいは双方向という名の理解活動になってしまっているのではないかというふうなことで、もう少し真摯にそのこの言葉を使っていく必要があるなというふうに思っています。でその上で、この本報告を見るとですね、その双方向の活動について、積極的に行われているというのがこの21ページの原子力委員会の方の、報告結果なんですよね。で本当に、まあ、その上それなのに
改善40ページの改善項目は双方向というのが入っている。これはどうその、NHO としてどういうふうにそれを理解しているのかということが、ちょっと疑問です。で、一体じゃあ何が欠けているのかということについての見解というのを聞きたいというふうに思うと、次に NUMO は双方向の対話を行っていないという断定になっているんですよね、この21ページで。そうすると、先ほど NUMO は、セミナーの説明をしていただきました。そしてその対話活動、グループでの対話活動というふうなことが書いてあるわけですが、じゃあその NUMO にとって双方向の対話って何なのかということについて、少し NUMO の見解を聞きたいというふうに思いました。で、同じくその、この評価資料2のちょっと、3ページ目ですかね。この中で、マップを示しますと、科学的有望地のについては全国マップの形で示すというふうになっていて、マップ全体について表現を適切に見直すということになっている。これはだからマップというのは、地図上で図示するというふうにこれまで、私なんか理解していたんですが、これに加えて何かの説明がかなり入るということをここからは想定されるんです。で、そうするとどういうふうなこの説明が入るのか、そのマップ全体についてのイメージがちょっとつきにくいので、それを少し説明していただければと思うんですが、それが、で、多分その表現ということの中には技術ワーキンググループでのその取りまとめ等々の要約が入ってくるのかなと想像するんですが、そうすると、より丁寧な、もう一度その、より慎重を期して、もう一度その技術ワーキンググループについて少し再度検討し直すということについて、内山委員から報告ありましたが、それについてそういう視点で、されていくことについて同意いたし、望みたいと思っています。それから、パブリックコメントのまとめのところで、それは、最後の概要というところで、最後のところ、原発地層処分等全般についてということで、丁寧に、批判的な意見も書いて、書かれて、掲げてくださっているんですが、これらについて、例えばその関係する省内の他のセクションでこういう意見があったことが共有されているのかどうか、あるいは共有すべきだと思うので、伝えてその共有を図ってほしいというふうな希望を持ちました。以上です。はい、大変失礼いたしました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まず今日の議論の主要な資料1の社会科学的観点の取り扱いにつきましては、私も今日ご提示していただいているような内容でお進めいただくのがいいのではないかなというふうに思います。それから私も地層処分技術ワーキングの一人であるわけですけれども、我々がまとめたものに関して、その社会の多くの方々が、その社会の方々の観点からの懸念をお持ちであるというようなことについて、我々がその地球科学技術として考えてきたものがやっぱり上手に伝わっていないという部分はあるということを再認識する機会であったというふうに思います。そういう意味では先ほどの番員のお話もございますが、マップを出すということ、それが持つ科学地球科学的技術的な意味は、今の段階でのマップを出すということがどういう意味であるのかということを、私たちは今一度丁寧にですね、再確認していくという手続きがあってもいいのかなというふうに思うようになりました。そういう意味で言うと、その科学的有望地という言葉自体もですね、最初にこの放射性、廃棄物ワーキンググループでこういう有望地というものができるであろうというイメージのもとに、その技術ワーキングに投げられたわけですけれども、そこの議論の結果として、その
法廷プロセスに入るということに関して適性があるかどうかということを議論することが今の段階の進展の中では技術的には適切であるというような判断がなされたということもございますので、そういう意味では言葉についてですね、今一度こうフレクシブルに柔軟に考え直すと、より適切な言葉としてもいいものを選んでいく、誤解がないように伝わるように適切な言葉を考えていくということも重要な作業かなというふうに思います。これは技術ワーキングというよりこちらのワーキングでやっていただくのがいいのかもしれないですけども、そういうことをぜひ今後考えていくということがあってもいいかなというふうに思いました。それからこれは少しここの議論とは違うのかもしれないですが、原子力委員会がおっしゃっている国民理解の醸成に向けた部分の中で、放射線に関する基礎知識の普及という部分は、これは実は極めて重要で、それをですね、どういうふうに国として上手に作っていっていただけるのかというようなあたりについてはですね、本当に考えていただきたい。特にその義務教育を出るぐらいの段階でですね、よくそのこのあたりのことに関する理解を持っている国民の人が育っていってくださるというような環境を作っていくということはですね、ぜひ国全体としてご尽力いただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。以上です。はい、どうもありがとうございました。それでは辰巳お願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっと順番にいっぱいあったのでなかなか整理しにくくって今いますけれども、まず資料1に関してです。で資料1 の, すいません、ここのワーキングとして の, まとめに関してですけれども、もちろん骨子というか総論的には賛成です。でこれで進めていただければいいと思っていますけれども、ちょっと気になりますのはワードなんですね。使われている言葉で結局ね、この用語っていうのが非常に難しくって、で意図しているワードとそうじゃないワードといろいろあると思うんですけれども、これを多くの人がどのように理解するかというところら辺でやっぱりかなりいろいろと問題があるというふうに思います。で他次もそれに関連して申し上げたいとは思っているんですけれども、要はその共通認識が取れている言葉は間違いなく大丈夫だと思うんですけれども、ある人がこうだと思うけれどもある人はこうだと思うっていうその違いがあるような単語っていうのは非常に難しいなっていうふうにずっと思いながら、もうこのワーキングのスタートの時からですね、常にそういうのを意識しながら来ております。で特に今回の場合はですね、何が気になるかというと、例えばですね、地域という単語と住民という単語とか社会という自治体という単語とかいろんな言葉が使われているんですね。でそれ の, その意味するところ、地域住民となればかなり明確にはなってくるけれども、例えば地域と言われた時に地域というのは何を指すんだというのが私にはやっぱりなかなか理解しにくいところがあって、地域に住む人たちということなのか、あるいはその地域の組織みたいなことを考えているのか、やっぱりそのあたりも曖昧ですので、曖昧にしたいがために使っているのかもしれないけれども、やっぱりそこら辺ももうちょっと言葉を精査してほしいなというふうにちょっと思いました。でそれからあと我が国って単語が1箇所だけ入っているんですね。他はまあ国ってなって、その我が国っていう単語っていうのは本当に何か必要なのかなってちょっと思ったもので、我が国じゃなくて国でままでもいいんじゃないかなっていうふうな、そういう意味で言葉っていうのをもうちょっときちんとやって精査してほしいというのが1つ目です。でそれからですね、2つ目の資料の中では原子力委員会からのご報告なんですけれども、国民的議論のことをやっぱり言われております。でもちろんこの私たちのまとめのところでもその国民的議論という単語は使っておりますし、ただそれをですね、例えばそのシンポジウムをやってきた、あるいは地域での小さな対話活動もやっているっていうお話とイコールじゃないと私は思っているんですね。私のイメージだと国民的議論という時にね。でただなんとなく
じゃあどんなものかと言われれば私もなかなか提示しきれないんですけれども、やっぱりその国民的議論をやっていかなきゃいけないっていうのはみんな共通認識だというふうに思っておりますもので、じゃあ国民的議論にもちろんシンポジウムやその小さないろんな勉強会も必要ではあるんですけれども、どういう形を取ればいいのかということをもっと国民的議論そのものに関して、話し合えるといいなっていうふうに思っております。でそれが2つ目の資料2からいただいた言葉、それから、栃島先生の方から のご報告があり、栃島先生の何でしょうね、いろんな思いをですね書いてくださった資料4でしたっけ、これに関してなんですけれども、まさにですね今回その技術ワーキングで報告書を出しくださり、そしてそれに対してパブコメを求められたということで、そのパブコメの結果をまとめてきてくださったんですけれども、このパブコメという国民の声というのが非常に具体的 でかついろんな立場の方も立場がいろいろ違う方もいらっしゃると思いますけれども、多くの声が出ていたので、技術ワーキングに対してのパブコメであるけれども、ここのワーキングに対してのパブコメでもあるというふうに受け取れるかなというふうに私は思って読ませていただきました。で今後そうですね、栃山先生の方のワーキングの方でいろいろとご検討くださるというふうに書いてくださった言葉、全て私そうだそうだというふうに思いながら受け取りましたもので、ぜひそれは期待したいと思ってはいますけれども、そこでやりきれないこともあるというふうに思いますので、やっぱりこのワーキングとの連携を、ここのねワーキングとの連携を取りながらなんかもうちょっとやっていけるといいなというふうに思いました。でそれでですね、やっぱり用語についてのそのやっぱり一番問題になっている有望地とかですね、適性があるとか適性がないとか、そういう言葉っていうのは非常に期待感が入った言葉なので、やっぱりこういう期待感が入っているのを科学的にやりますよって言ってるのに、そこら辺のその違和感というのかな、やっぱり科学的じゃない言葉だと私は思いますもので、そういう意味でやっぱり検討し直してくださるというふうな感じのお話だったように思ったもので、栃島先生の方でぜひそれはせっかく地球を科学的技術的観点からのワーキングということなのでね、ぜひそれをお願いしたいなっていうふうに思いました。であとですね、それかな、それからあと、総論として出してください、さっきバンさんもおっしゃってくださってたんですけれども、やはりこういうことをパブコメに出すと必ずああいう総論に上がってきているような単語言葉っていうのがいっぱい出てくるというふうに思っております。でそれはですね、今後どういうふうに扱っていくか、結局こういうパブコメがパブコメで出てきた意見でも、パブコメの、すみません、通っているですね、内容とはちょっとずれるかとか違うかというふうに思うのは、パブコメでお出しになったものでも切り捨てられていくことがとても多いんで、やっぱりそれを切り捨てないでいただきたいなっていうふうに思いました。やっぱりそれはね、結局国民の意見でもあり、その先の国民的議論というものをするという話のところでも必ずこういう話が出てくるというふうに思うので、ぜひパブコメとして出てきたものを切り捨てない、だからってどうするかっていうのは今度検討していくというふうなことで、先ほどはバンさんからいいご提案があったように、やっぱり全体で NHO とかで全体で検討していただくというのは確かにいいお話だなというふうに思って伺いました。それから一つだけ、ニューモさんの資料で安全パンフレット案ってなってるんですけれども、やっぱりこういう単語もねとても気になるんですね。で私たちが欲しいのは安全じゃなくて安心なんですよね。だから安全だけでこう切られちゃうと、やっぱり科学技術的な用語だけなのかもしれない。でそして私たちそのやっぱりその何ですかね、双方向の対話にはなかなか結びつきにくいなと思ったので、何がいいという提案はありませんけれども、ご検討ください。よろしくお願いします。以上です。はい、どうもありがとうございました。それでは伊藤委員お願いいたします。はい、ありがとうございました。まず資料1の社会科学的観点の取り扱いについてですけれども、こちらにつきましては私も基本的にはこのような方向で進めて いっていただければと思っております。やはりですね、実際に地域と対話する中で社会科学的な観点
ですとか、まあ、さらには地域支援のあり方等々がですね、いろいろとご要望も出てくるというふうに思いますので、現時点ではまあ、基本的には地球科学的技術的な観点から、まあ、提示をするということで、よろしいのではないかと思っております。でその上でですね、原子力委員会からの評価に関わるところですけれども、まあ、一つはこれパブリックコメントでも示されていましたけれども、やはりその有望地のマップ提示後の道筋について、まあ、やや現段階で不透明な部分があるのではないかというようなご指摘がございました。でこれについてはですね、やはりその、実際に提示した後にどういう事態が起こるかとこういうのを、まあ、やはりちょっと予測するのがなかなか難しいというところもございますし、まあ、丁寧なその地域との対話を重ねていくということが非常に重要だということで、まあ、段階的に議論を進めていくというのが、まあ、現時点での見通しなのかなと思っております。ただですね、提示した後、それから最終的にはその文献調査に入るというような段階に至るまでの間で、まあ、地域でのそのいろいろな対話、あるいは関係する団体の方々との対話というのは積極的に進めていくと。でそれによって、まあ、国民的な議論も醸成していくということだろうと思うんですけれども、まあ、実際にそのいろいろ判断をする自治体の側からするとですね、そこの部分があまりにもこうなんていうんですか、オープンエンドになっているとですね、やはり判断するのに非常に難しいというようなことがあろうかと思います。で実際にその対話を進めるにしてもですね、その中で自治体の関係者の方をどういうふうに、まあ、巻き込んでいくか、関わっていただくかということですとか、まあ、さらには地域支援のあり方に関して、これも原子力委員会からもいろいろ評価がなされておりますけれども、まあ、地域支援のあり方等を含めてですね、もう少しこう具体化したようなイメージをですね、今後、まあ、議論した上でですね、もう少し詰めていく、いけるようなところがあれば詰めていく必要があるのではないかというような感想を持ちました。それからもう一つ原子力委員会の評価に関わるところですけれども、こちらややですね、長期的な観点からいろいろとご要望が出ているようでして、まあ、例えばですけれども資料2の4ページのところで、まあ、人材育成の問題というのがございます。で、まあ、この対応方針の案には一応人材育成確保育成も含むということで、この調整会議等のですね、運営の見直しの中でさらに進めていくということですけれども、多分もう少しこう具体的に、まあ、長期の取り組みとして、まあ、こういった問題に、まあ、真剣に、関わってくるということが必要になるかと思いますので、まあ、もう少しその辺も明示した方がいいのかなと思っています。まあ、ただこの対応方針の案自体に異論があるというわけではございません。でそれから技術ワーキングとの、まあ、問題といいますか、今後の用語を含めた問題ですけれども、まあ、やはりその有望地という言葉ですとか、あるいは適性があるなしとかですね、高い低いというようなことが、まあ、やや誤解を持って受け止められる可能性があるということかもしれませんので、まあ、私自身今の段階でどうしたらいいかという意見はないんですけれども、まあ、実際にそれを提示した後にですね、まあ、どういうリアクションが起こるのかということを想定することも含めて、このワーキングで今後少しもう少し詰めていく必要があるのかなというような印象を持ちました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは荒野委員お願いします。では資料に沿って、少し意見を申し上げたいと思います。資料1に関しましては、これまでの委員さんのご意見通り、私も大きな違和感も何もなく、この認めることができる内容にまとめていただいたかと思っています。資料2ですが、これは、報告書ですね、評価報告書ですが、これ最初目を通したときには読み方が少しこうギクシャクしていたんですが、何回か読むうちに、後半の、総論のようなまとめのようなところが、まあ、非常に私とすれば一番分かりやすいですし、
これまでこういう目的のためにもこの委員会に参加してきたという思いがありますので、的確にご指摘いただき、まとめていただいたと評価させていただきました。で、この評価を受けて、さらにまた仕事ができるということですが、私どものこのワーキングが当初スタートから何か紆余曲折的な世の中の議論と並行しまして、いろんなところに流れて今の現在があるように感じております。で、当初はもうすべて開かれてオープンな議論を求められていましたけれど、その政府の政党が変わった時点あたりから少し方向づけがあるような空気感が出てきました。そしてこの議論を非常に絞られたような印象が一時あったんですが、その後また最近になりまして、その広く皆さんとの関わりの議論の中からまた元の議論が非常に重要だということで、この今回の報告書の中にもそういうことが差し戻しのような形で、全て私どもが議論してきた内容がとても重要だということを再度書いていただいているように読みました。で、常に幅広い国民の視点に立った議論をせよということなんだろうというふうに読み込みました。で、これを国民の視点に立った議論をするには、やはり議論すべき情報の共有がなければならないと思いますので、とてもその情報公開が重要なんだなというのをまた改めて感じたところです。その41ページに書かれてますプロセスを含めた、分かりやすい説明を準備することということが、非常に印象的だったんですが、栃山先生の委員会で、基本的なその一番分かりやすい技術的なところをしかも丁寧に改めてまとめていただいたと思っています。で、その上でいよいよソフトの部分の社会的な観点がこれから本来ここのワーキングが求められている一番重要な部分のその具体的な地点が出てくるまでの間の国民が十分に理解し共感しなきゃならないところのその社会的なところの議論をどう進めるかということがやっと議論に上るのかなと思っています。随分整理されてきたという印象が強くあります。で、資料3についてはやはり安全パンフレットって見た途端にこの安全がいやこれはまずいぞという感じがしました。で、大概はやはり持たないんですが、これは今まで、先ほどの栃山先生のところのまとめで、ご自身たちの議論を解雇されていたように同じ観点からこれは再考された方がいいんではないかというような思いがあります。で、資料4に、順番でいきますと、国民が自分のこととして考えるための情報として、根拠情報、リスク情報というのがあるんですが、これは福島の実行以後かなりの方がこういうことを言い出しています。で、もともと立地地域の住民は福島の事故の前からこういうものが欲しいとずっと申し上げていたように思います。で、大きな事故にあって、これが拡大をして国民全体の認識まで広がってこれからいい議論ができるかなというような空気が 5、6 年前にあったかと思うんですが、で、この根拠情報リスクというのがさらに時間を経ていますけれど非常にこれから重要な情報として、その概念はあるにしろ実施されてきたのかというと大いに疑問ですので、こういう意識で、関係各所が実施することに結びついていっていただきたいなと思っています。で、それにはとても重要なのが公正であり公平であるというふうに国民が感じられる、その情報の提供のあり方がなければならないんだろうと思います。で、これは一つ一つの情報の前にこういう根拠情報リスク情報というのがどういう意味で必要なのか重要なのかというのを出して受け手が共通認識がないと新たにこの姿勢を変えようとしていっても相手が変わらなければやはりその双方向で、きちんとした
その受け答えのあるいい議論には結びついていかないと思うんですよね。だから議論するのは重要なんですが、議論する前に新たな視点の議論とは何だろうという、その放射線の教育が重要だという根底のことと同じように、やはり議論を正当に進めていくには、その根本的な考え方の情報共有というのも図っていかねばならないと思っています。で、そういう視点から見ますと、原子力委員会の方の報告書の中に、関係行政機関のとの非常に連携というようなことを強化するとか、情報共有をするとかいうところが41ページの後半に書かれているわけなんですが、地域住民や国民からの視点としますと、このいろんな情報をこれから理解活動する上で国民との議論というのは非常に重要なのは分かるんですが、国民からすると、この関係各所が十分に議論していてくれているというような、その情報ですか、それも非常に重要なんだろうと思うんですよね。そしてやっと価値観が揃うのであって、その情報の価値というものの共通項を揃えていくというのは本筋ではないんですが、非常に欠かせない視点かと思いますので、先ほど番員がおっしゃったのもこんなところじゃないかと思います。関係各所ときちんとこのいろんな報告書を利用しながら認識の共有を図ってほしいとか、図っていただくと期待するとかいうことが、多分私も多分同じ思いで申し上げております。で、社会的な観点にの議論にこれから入るんですが、とてもこのいろんな意味でこの報告書たくさん今回資料が出ていますけど、全てがこの時点で、かなりの整理をされてきているように受け止めました。で、社会的議論を最初ここで私が受け止めている社会的議論というの論点というのが漠然とはしていて、いまだに、はっきりはしないんですが、栃山委員が座長されています、その技術的な科学的なところの以外のものが、その多分国民の関心事に2つに分けるならそれしかないわけですよね。で、その社会的というのを非常に狭めてしまうと、また別のところに漏れが出ますので、その国民がどういう関心を持つのかということの洗い出しから始めて、社会科学的視点とは何ぞやというところも改めてこのワーキングでしていただきながら、国民の目線に沿った整理の仕方をこれからしていくことがまた望まれるのではないかと思いました。以上です。どうもありがとうございました。それでは次に吉田委員お願いいたします。すいません、ありがとうございます。私の方からも、まず資料1につきましては、特に異存ありません。こういう形でまとめていただいて ありがとうございました。で、あと次に原子力委員会と、パブコメ等に関しての、基本、総じてっていうわけではないんですが、やっぱりその、マップ提示後 の対応 その重要性と、その丁寧さっていうのを幾重にも指摘されているということで、これは、もっともその通りだというふうに考える次第です。それを踏まえた上でといいますか、やっぱりもうすでに栃山委員からも、技術ワーキンググループの、方向性といいますか、ある種のですね、ある意味でのその議論の中身というのを、提示していただいておりますが、これもここに資料4だったと思うんですけど、いわゆる要件基準をマップに表現する際に科学的知見を専門家ほど持ち合わせておらず、地層処分に馴染みのない情報の受け手の立場に立って意図することが分かりやすく伝わるようになっているか精査すると、この通りだと考えます。でそれでですね、じゃあ、もっとこうプラクティカルにじゃあどうするかというところが次に来ると思いますので、じゃあ何を議論するのかというのはやっぱり あるわけですので、私としてはやっぱり皆さんやっぱりまだマップのイメージが共有化されてないっていうのもあると思うんですが、そこのマップはですね、
マップなんですけど、その性質とか種子とかですね、限界、特に限界ですね、まあ、そこはあの科学的に今回のやつは限られた情報でもって、まあ日本全国といいますか、それを見ているわけですので、それもその天の情報とか、まあ、そういったことをベースにして、まあ、ある程度 の、 その汎用性のあるデータとしてやっているということで、おのずとその限界があると、まあ、そういったあの付帯事項といいますか、まあ、それはあの先ほどの番員からもありましたけど、このマップ の、 こうその適応性というか、こう限界はこんなもんでなんですよと。で、それをやっぱりこう非常に明確に示すというのは大事だと思うんですね。で、そこが、それはおそらく、まあ、付帯事項といいますけど、まあ、備考課、まあ、そういう説明事項になるかもしれませんが、まあ、極端なこと言って、論文なんかではやっぱりそういう図というのは非常に説明よりもインパクトがあるんですけど、必ずキャプションというのがあって、これはこういうものなんですよという、 こう説明があります。で、それをこ う、 うまくセットにして、よく練ったものとして提示するというのが、まあ、重要なんだろうなというふうに、まあ、考えるところで、まあ、そこら辺を、技術ワーキンググループのメンバーの方々の知恵も借りてですね、まあ、どうい う、 こうプレゼンテーションが一番やっぱり誤解のないように、そのできるだけ混乱のないように、その我々の意図するものが伝わるかというものを作っていくことなんだろうなというふうに今ちょっと考えているというか感じた次第です。で、まあ、それを受けた後に来る、つまり、コミュニケーションが、まあ、指摘されてますが、おそらくですね、まあ、これはもういつも言ってますけど、マップに基づくコミュニケーションができる人材っていうふうに私常に思ってるんですけど、そのこれはいわゆるこのマップってなんで赤なんですかとか緑なんですか、あるいはここの境界ってどんなものなんですかって、それを説明できる人っていうのはかなり技術的まあ、知見というか理解のある人でないと、そのマップを多分的確には説明できないと思うんですね。で、これがやっぱりその、まあ、別に金太郎飴とは言いませんけど、やっぱりこう人によって言うことが違うっていうふうになるとですね、それはもう非常にこう不信感をそこからもう作っていくことになりますの で、 でその人材をもう今から、今もでも遅いぐらいかもしれないですけど、とにかくそういう意識でもって準備するというのが、まあ、これは別にまあ、事務局とかニュースとかだけじゃなくて、我々もそういう意識を持ってその、まあ、次世代をこう育成していくというのが多分重要なんだろうなというふうに、まあ、考える次第です。もちろん我々がやることは、まあ、いつでもそれやりますということなんですが、まあ、その辺もやっぱりできればもう少し具体的に、まあ、どっかに書いていただいてですね、プロセスの中にですね、織り込みなりしていただけるといいのかなと、に、まあ、思った次第です。まあ、そういう意味ではちょっと繰り返しになりますけど、次の、まあ、ステージとして、まあ、もう一度その技術ワーキンググループなり、そこでちょっとそのプラクティカルな部分をどういうふうにやっていくかということについてもですね、それは、必要であるというふうに、まあ、思いますので、まあ、その辺でもってまたこちらのワーキンググループとも兼ね合わせてやっていけるというふうには考えました。以上です。ありがとうございました。それでは山崎お願いします。ありがとうございます。山崎です。まあ、皆様のご意見伺いまして、まあ、誠に皆もっともで別に特に意見ないんですけれども、この今日提案されているその資料1についてですね、についてはもちろん大賛成でこれでお願いをしたいと思っております。で、ただまあ、これ問題はやっぱり皆さんご指摘するように、そのマップを提示した後具体的にどうしていくかという方針が一番大事だと思うんですけれども、そういう中でですね、セミナーに参加させていただきまして、いろいろと話をして聞いたりしているんですけども、まあ、国民理解を醸造していこうということなんですけど、その理解というのは私は知識とは少し違うんじゃないかという気がしています。で、まあ、実はセミナーで議論し提示しているのは実は知識を提示しているんですね。でその知識について、まあ、質問を受けたり答えたりしていると、その結果それが理解されるんだというふうに、まあ、考えているんですけども、本当は理解っていうのはやっぱり先ほど佐紀田先生とか安野さんおっしゃったように、自分の身になってものが分かるんだという、自分の身として元になってその考えられるんだということが一番大事なんですね。今どちらか他人事じゃないかみたいな考えている方もたくさんいらっしゃるんですけども、やっぱりこの地層処分っていうのは、私は実はその持続的に社会を維持していくためにはやっぱり必要なんだと、
そのことをちゃんと理解していないと、つまり自分のこととして理解していないと、なんか国が勝手にどっかに穴を掘って埋めるんだということになってしまうと。でそのことをちゃんと説明するということがやっぱり一番そのこれからの理解活動の中で一番大事じゃないかなと思ってですね。それはじゃあ具体的にどうしたらいいかということは、まあ、もちろん皆さんとでこういう場でも議論していかなきゃいけないんですけども、そこをはっきりさせていって方針はやっぱり、そういう方向で出すべきではないかというふうに思っています。以上です。どうもありがとうございます。それでは最後に土地山にお願いいたします。はい、ありがとうございます。私の方からは技術ワーキングでこういう私意見を述べさせていただいたんですが、資料の1のこの社会科学的要件の話のところで、2ページ目のちょうど真ん中辺の段落に国民の意見の多様性というのがございます。で、この第2段落に本来この問題は負担の押し付け合いではなく廃棄物問題の解決という社会の共通利益を我が国全体としてどのように分かち合うかという観点から、云々という話があるんですね。で、これはその社会科学の話をするときも非常に大事なんですが、国民の公平性の議論をしようというときに負担の押し付け合いの中の公平性というふうに取ってしまうと話が進まないじゃないかと。でそれでこういう社会科学の話というのはなかなか難しいんだということがあるんですけども、これはやはりその技術ワーキングでこういうマップを出すなりなんなりするときも同じ効果がやはりあってですね、そのもともと受け取る側が負担の押し付け合いの中でこれを使おうとしているというふうに取られると、もうまるまるそのなんていうかそれをお墨付きにして無理やりにどっかに押し付けようとしているんだという、そういうふうになるわけですね。で我々が意図していることは全くそういうこととは違って、もう非常にその国民全体の問題を解決しようとしている中でいかにうまくやれるかということを考えているという中で、そのいろんな受け入れてもらった地域に不当なリスクをもたらすようなことはありませんというようなことを説明しようとしている中の話なわけです。でそういうものが伝わるためにはこの事業というのは負担の押し付け合いの話ではなくて廃棄物問題という国民全体の問題を解決しようとしているんだということをまず理解していただくというのが一番その国民理解ということの大事なポイントではないかと思うんですね。でそういう意味で私たちもこれをもう一度精査しようというのは、そういう意味でいろんなご委員からのご指摘もありますように言葉遣いとか何とかいうのが負担の押し付け合いだろうと思って見られる方に誤解を招かないような言葉遣いになっているかどうかと、説明になっているかどうかということをもう少しきちんきちんと見直していきたいというのがございます。で、そういうことによってそういう意味では普通に授業で分かりやすくするとかいうのとはちょっと違う観点がございますので、それに気をつけてもう少しきちんとその報告書を精査できればというふうに考えてございます。どうもありがとうございました。それではまず2部の方から、今のご指摘について、ご回答ちょっとごコメント等をお願いしたいと思います。はい、時間がないようですから簡単に、一つは原子力委員会の専門部会の報告書におきます、双方向対話の取り組みが入門において不足しているのにつきましては、これご説明申し上げた時期が7月でございましたので、私ども計画としてはもちろん8月から7月31日かという日かセミナーを始めるということはあったんですけど、しかしファクトとして原子力委員会としてはそういうその前の時点の情報に基づいてジャッジをするということでございましたので、致し方ないと、大変重要なご指摘と重く受け止めたと先ほど申し上げたとおりでございます。しかしすでにご紹介申し上げましたように、そのことについては鋭意取り組んでいるところでございます。それから夏見委員からパンフレットのタイトルについては、安全パンフレットって品がないじゃないかと、私もこれは大変大事なご指摘と思っております。タイトルでリスクを説明するリスクパンフレットということでもいいのかなと思う、私自身はそれが一番いいと思うんですけど、しかしおっしゃるところ安心云々とおっしゃられますとですね、安心は強要できませんので、これも安心のためのパンフレットという言い方は僭越だと
なりますとなかなか難しい問題を提起されていますが、私は、まあ、ニュートラルにはリスクのについての説明するパンフレットって一番合理性があるかなと思いますが、これはよく検討させていただきたいと思います。大きなところ以上でございます。その他先生方からすでに私どものセミナーに参加していろいろと問題を組んでいただいたところ、私どもの認識が先ほどの晩さん の, その双方向の意味合いについてのところでございますけれども、私はやはりうちの職員も言ってるんですけれども、このやはり現場主義という申しますか、現場にこそ情報ありでですね、人々の対話でもって人々の関心事課題が分かるわけで、それに対して誠実に答えていくことなくして我々の事業は進められないわけですから、非常に毎日毎日勉強させていただいているという、そういう問題意識、私どもからすれば双方向というのはまさにそういう問題意識で取り組むことというふうに思っているところでございます。以上です。事務局から、ですね、コメントいただきたいと思います。本日も貴重なご意見たくさん賜りました。ありがとうございました。ご質問いただいたことだけに端的に答えたいと思いますが、今双方向任務からも話がありましたが、事務局の見解もというご質問ありましたので、私なりの整理をお答えをいたします。いわゆるその広報広聴というような意味でのですね、まあ、形形式的なことでの双方向というのがまず簡単な意味ではあると思います。つまりどれだけその相手の話を聞くということに、まあ、不信努力をしているのかということが、まあ、一つあると思ってます。そのことについていろいろなその対話活動の方法であるとか運営であるとか、そういうような工夫をしているというようなことについては、この中でもご議論させていただいてきたところだと思います。その上で万員からいただいたまあご意見等をですね、どういうふうに、まあ、我々で言いますと政策入門で言いますと事業でございますがに生かす余地があるのかということが大事だということだったと思います。それは全くその通りだと思います。これはあらゆるものにフレキシビリティがあるというわけではございませんので、今の国の政策からいたしますと、今の最善の方法が例えば地層処分事業で地層処分という方法である、しかしそれが超長期の将来にわたっては可逆性というようなことで、まあ、ご議論してきましたけれども、そのある種 の, その柔軟性は持ちつつも、今最もその信頼できる技術体系としては地層処分だということについては、これは知識の共有を図ってですね、そのことについての、まあ、ある種の理解を高めていくということが大事だと思いますので、そこを全てフラットにあらゆることが可能ですというようなことを申し上げるのは、むしろ真摯な姿勢ではないと思いますので、一定 の, 制約がありますが、例えばこの議論でいきますと、その社会科学的な観点をどういうふうに議論していくのかということについては、むしろその国民の皆さんの考え方を積極的に取り入れて今後のプロセスに生かしていきたいというようなことでございますし、もしくは文献調査に入るまでの段取りをどういうふうに設計するのかというようなことも相手のある話ですので、それこそその万員がおっしゃられた意味での双方向性を重視してやっていきたいなというふうに改めて考える次第でございます。それからマップの表現についてはご質問いただきましたけれども、実はその後の吉田委員からのご発言でイメージの共有というものはある程度できたかなと思います。我々もこれ実際に提示をしていこうとしますとですね、その地図がどのような種類のもので、それにどういうようなその説明を加えるのかということ、全体を合わせてその提示物だと思っておりますので、そこについてはある種 の, 柔軟性を持ちながら両ワーキンググループとご相談をさせていただきたいなというふうに思っております。それからパブコメの扱いについてと、パブリックコメントで出てくる、簡単に言えば原子力政策やエネルギー政策全体に関する
さまざまな意見というものをどういうふうに扱うかということでございますが、資源エネルギー庁経済産業省として受け止めているものでございますので、そのこと その部署を超えた共有というのは当然に実施をしているところでございます。これは今回の資料1の取りまとめの中でも明記をしているつもりでございますが、あらゆる各論を議論するときには原子力エネルギー全体についての理解を伴うことが本質的には大事だということでございまして、そういう意識の下でいろいろいただいたご意見とか声というものを生かしていきたいなというふうに思っているところでございます。私からは以上でございます。どうもありがとうございました。ちょっと進行の私の不手際で時間に待ってまいりました。あと数分頂戴したいと思います。取りまとめということでございますが、多くの論点に関しまして、本日非常にご熱心に議論いただきました。でまず本日事務局からご説明がありました社会科学的観点の取り扱いにつきましては、ほぼ皆様方ご賛同のご意見でございましたので、おおむね合意できたというふうに考えております。でただし、本日ご意見ございました表現や語句のですね、再精査および修正につきましては私の方で委員長の方にお任せいただくということでよろしいでしょうか。どうもありがとうございます。それではそういう形で進めさせていただきます。第2に原子力委員会の評価報告書につきましてでございますが、これまでの取り組みについてはおおむね適当という評価を頂戴するとともに、今後に向けては一層の丁寧さや慎重さが求められるというご指摘を頂戴したと思います。そしてこの点に関しましては本日、少なくとも科学的有望値という呼称やマップの表現などについては適切に見直した方がいいのではないかと、またそのマップの提示後のプロセスについて具体的に示していくことが重要であったというご議論が大勢であったと思います。その他にも本日ご欠席の助力員からは原子力規制委員会の指摘を真摯に受け止むべきであるとか、さらには複数の委員から提示後のプロセスのやり方についてはスケジュール感を示すのではなくてプロセスで議論すべき項目やその際の視点を具体的に示すことが重要であると、こういうご意見もいただきました。さらには議論の進める前提として議論の情報の共有というのが前提としての情報共有が重要であるとか正しい情報の進め方が重要であるというご指摘をいただいたと思っています。その他本日の委員の皆様からのご指摘ご意見を踏まえまして事務局及び NUMOにおかれましては次回ワーキンググループまでに指摘へのご対応を検討していただきたいというふうに思います。また地層処分ワーキンググループにつきましても国民にどう受け止められるかという視点から一律機械的に過ぎるものがないか、さらには基本的な用語を含めて入念な精査をしてほしいというご意見がございました。これまでに積み上げていただきました検討の成果につきまして国民の皆様に生活かつ適切にお伝えできるようにすると、こういう観点から本日の議論を踏まえましてさらに必要な検討を行っていただきたいというふうに思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いを申し上げます。最後に次回のワーキンググループの日程につきまして事務局の方からお願いをしたいと思います。毎度のことで恐縮ですけれども次回の日程また事務的にご連絡を取らせて調整をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。それではこれをもちまして第29回の放射性は、廃棄物ワーキンググループを閉会いたします。本日はどうも長時間にあたりご熱心に議論いただきありがとうございました。